ごきげんよう、望月ひまりだよ。今回は企業案件、PC パーツでおなじみギガバイトさんと NVIDIA さんからグラフィックボードとモニターをいただきました。ふー、ということで最先端の技術で決まりと美しい視界を味わおう。ふー、この際だから懺悔するんだけど、ひまり実は10年間同じモニターを使い続けてて、10年前、ひまりが弱い7歳の時からずっとこのモニターを使い続けてるんだけど、旧ひまりモニター残像がすごいです。キングクリムゾンの視界みたいになってました。ってことでね、最新鋭のゲーミングモニターなんか見ちゃったらもうひまりはとんでもないことになってしまうかもしれません。こう技術の進歩で生まれて初めて目が見えるようになった人みたいな。事前にね、予習として公式サイト見たんだけど、メタリックな鳥がバリアみたいなのを出してたし、あとグラフィックボードもね、 GDDR6 8GB GVN207S ゲーミング OC8GD なんかめちゃめちゃ強そうです。すげえ綺麗だから技術を体感してくれよな、レイトレーシングらしいです。ということで、レイトレーシング技術が味わえるデモを用意したので、これを見ていきたいと思います。ごめん、ひまりが見てるこの美しい景色もコウサギちゃんのモニターじゃわかんないかな。コウサギちゃんは指紋まみれのスマホのちっちゃい画面で見てるかもしれないもんね。静電気でホコリがびっしり、ジュースと油がところどころに固まっちゃったモニターで見てるかもしれないもんね。うん、ごめんごめんね。コウサギちゃんがギガバイトの世界初の戦術的ゲーミングディスプレイ、オーラス FI27Q を手にしてれば、リフレッシュレート 165Hz、応答速度1ミリセカンド、10ビットカラーとハイダイナミックレンジで描かれた滑らかで鮮やかな世界をひまりと共有できたのにな。RGB フュージョン 2.0 に対応したモニター背面の LED を鮮やかに輝かせることができたのにな。しろ、いや、いいよいいよ。あ、美しいものをね、見てる感だけね。うわー、ビューティフォー、アメージング、グレート、おー、ファンタスティック、わー、あーあー。コウサギちゃんがギガバイトの世界初の戦術的ゲーミングディスプレイ、オーラス FI27Q とギガバイトの GVN207S ゲーミング OC8G を持ってればな。美しいこの景色をひまりと共有できたのにな。ちろ、ゲームや映像との初対面は一度きりだから、その一度きりは美しく見られる方がいいとひまりは思うけどな。ひまりの動画も GVN207S ゲーミング OC8G で描画して、オーラス FI27Q で見たら3倍くらい可愛くなると思うけどな。チロ、ひまりおすすめです。いやー、めちゃくちゃ綺麗だったね、コウサギちゃん。10年ぶりの新しいモニターとハイスペックなグラフィックボードでひまりの世界は変わってしまいました。この世界は苦しみが多く見にくいので、美しい世界を描くためのグラフィックボードと美しい世界を覗くためのモニターはより美しくなるものにしておく方がいいのではないでしょうか。ギガバイト GVN207S ゲーミング OC8G とオーラス FI27Q 販売中です。ひまりと美しい世界を見ましょう。望月ひまりでした。合言葉は今最高。ユニちゃんの動画の合言葉と合わせて応募してね。チャンネル登録
よろしくね。お願いします。チャンネル登録してね、してね、よろしく。